最初のバイトがジミー・ピースとロバート・プラントのストリングスやって、その時私レッド・ツェペリン知らんかったんですよ。知らんかったからできたんや、まあ、今思えば。
清水さんなんで怒られたんですか。清水さんなんで怒られたんですか。楽しい、楽しい。